わゆる居合のもととなるものである。重信は奥州立岡にて天儀の日に万事件を誤読し抜刀術を創始した。その流れに神谷流、一宮流、大木流、関口流、長谷川栄進流などがある。本流は奥州一帯から全国に伝わったが、津軽において信政公これを学び精妙に達し、次来古式書伝のまま津軽藩に伝承され、武装林崎流と称した。大正に至り千葉権之助より笹森純三が唯寿一人会伝を受け、さらに笹森高見先生が父純三より唯寿一人会伝を受けられました。現在は鈴木由紀子先生が代表を継いでおられます。
第2会場柳生新影流兵法のご演舞でした。続きまして第2会場直々新影流薙刀術のご演舞です。直々新影流薙刀術の始祖は松本備前守木野正元で、今から500年ほど前、関東の鹿島の太刀と関西の鞍馬流の長所を取って、室町時代の末期、鹿島新田新影流という新剣法を創始したのに始まり、7代より直々新影流と固定し、今日に至っています。第15代園部秀夫は、第14代佐竹貫流斎夫人修行につき、竜郷流薙刀術を合わせ学び、多くの門下生を養成する傍ら、自然の技に権威を加え、これを25本に統一し、現在の直々新影流薙刀の型となっています。攻守を兼ね備えた小脇の構え、水車、風車といった車返しの技は、自然現象の中に流れる力の動きを技の中に取り入れ、最小の力で相手を制するという華麗にして優秀な奏法であり、またそれが当流派の特徴であります。当流は現代武道としての薙刀とも深い関係を持つ流派であります。Yeah!
第1会場、新宿都林垣乳似合室のご演武です。